めちゃくちゃ代々木公園探し回った結果、なんとね、一人ちょっと当てはまる方、 お父さんを見つけまして、まず初老、まあこれ問題ないでしょうね、まあ大体この近くだと思う。サングラスが鬼似合う、これもね顔が細身なんでね、多分ね似合うと思うんですよ。これ料理ができる、これはね分かんないですけど、多分ね散歩で来てる感じなんで、多分お弁当作ってると思います、ピクニックよりね。なことはない、これもね多分ね、なんかブツブツ言って、なことはない的なことを言ってるんですよ。でこれ来年の3月に何かしら卒業する、これも多分ねキャップ今かぶってるけどやめてハットに変えそうな感じもしますからね、ちょっといけそうな気するんで、ちょっと実際に話してみましょう。はい、代々木公園歩きまして、歩きました、話してもらえるお父さん見つかりました。はい、原さん、はい、原さんです。これは条件揃ってるんじゃないですか。はいはいはい、じゃあ早速シミュレーションの方行きましょう。アーラボーク、今日のゲストはシャイシャイのゲスト、ゴート。こんにちは。休日は代々木公園散歩される。大体土日は来てますね。あーでもやっぱりサングラスがすごくお似合いですよね。似合ってますよ、本当に。5年前に、はい、ガンの仕事してますから、はい、あ、なかなか体力も。Try again.